今月7日にあった今動こうみんなで防災フェスです。訪れた人たちは地震や浸水など災害の威力を身をもって体験することができました。災害時に活躍する車両を紹介する一方、こんな車も。内部を覗くといくつもの引き出しがありました。ここに入るのは薬です。広島県薬剤師会が所有する、その名もモバイルファーマシー。災害が起きた際には薬を積んで被災地に向かう、いわば移動する薬局です。改めて車内を見せてもらいました。わ、広いですね。そうですね、こちらを見てください。はい、これ何の機械か分かりますか？コピー機みたいなものですか？これすごい小さいんですけれども、よく子供とかコロナのお薬飲んだりしますよね。はい、それを作ったりする機械なんです。必ず薬剤師が乗車するため、車内で処方箋に基づいた調剤ができます。薬を機械に通すと、普段目にする薬の形になりました。車内の奥まったところにあるドアを開けてみると、無菌状態で調剤できるスペースも備えていました。このモバイルファーマシー導入するきっかけは何だったのでしょうか？2014年に安佐南区の土砂災害、覚えてらっしゃると思うんですけれども、あれを機に災害について深く考えるようになって、モバイルファーマシーを作ろうというふうに決意いたしました。災害現場で活躍してこそのモバイルファーマシー。発電機やソーラーパネルを完備しています。広島での導入は全国で4番目です。2018年の西日本豪雨では、現地に派遣された医師とともに被災地の医療を支援しました。2016年の熊本地震で現地に入った際も、薬不足の深刻さを目の当たりにしたといいます。がんに対する痛みですよね。医療用の麻薬を使って痛みを抑えている、コントロールされている方がいます。でその人にとってはその薬がないと、どうしても痛くて眠れない、動けない。ようやくこの車が入ってきて、お薬が届けられてよかったっていうようなことも経験いたしました。全国で導入されたモバイルファーマシーはまだ20台。しかし被災地での実績を見れば、その必要性は一目瞭然です。